い、はい、はい、でゆっくり入れてあげる。で、ね、入って最初はねちょっとびっくりされますね。でもねこの布をかけて、あでも落ち着いてる方だね。手を顔ね、こっち目を内側から外側で必ず片方ずつです。目上げの筋をね、あの右の筋を左に移してってやるとね、両方治りが悪くなる。でちゃんと洗って、で拭くところも変えて、もう片方ね、内側から外側で3回くらいでいいです。で目上げが出てきたら、目上げが出てない方の目から洗ってあげます。でお顔全体濡らしてあげます。まあ、よくあの3の字とか言うけれども、はい、何の字でもいいです、入れればね。手でペペペって濡らすだけでも全然いいし。で自分の洗顔と同じように、はい、いっぱいの泡でお顔を洗ってあげます。くる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 。今まだね綺麗なお肌してるんだけれども、赤ちゃん意外と油結構出すんですよ。なのでしっかり洗ってあげないと、すぐにねあの思春期の男の子のニキビみたいなのがバーって出てきます。1ヶ月検診の時に結構バーって出てあの来る子もいるんですけど、大体が、あのしっかり石鹸で洗えば良くなる自信です。そうなんです、はい、しっかり洗ってあげましょう、はい、いい子にしてくれて。で洗えたら、まあ、手でこうやって拭うでもいいし、さっきのガーゼ使ってもらってもいいです。こんな感じで、で後で上がり湯でしっかり流すので、だいたい取れてると思います。で頭濡らしていきますね。チャボこう力なければ大して入らないので、はい、入っても大丈夫ですしね、多少はね。で体いきます。基本的にこの布はかけてたいので、はいはい、洗うところだけちょっとめくるような感じ。この首のところね、口から垂れたものがここシワのところ、はい、来たりするので、しっかりしっかり洗ってあげますよ。指入れてね、洗えたら一番いいけれど、はいはい、難しかったらもう中で洗う感じでもいいです。で終わった、上から下上から下の、はい、そしたら背中いきます。で布取って、はい、脇のとこにこういう風に手を入れて、でこうひっくり返す。ここ自分がしっかり掴んでおくっていうのと、こっちの手がここね引っかかってるといいです。はい、うん、ここがこうなってるとそのまま落ちていくよね。こうしてあげる、はい、はい、で頭の後ろ洗いよかったところはこの時に洗います。
何回も見る機会ってないと思うので、こういう時にね、湿疹とかが昨日と比べて増えてないかなとかいう観察も一緒にできるんですね。背中からお尻までバーッといっぺんに洗ってしまいますよ。湿疹も出てない、綺麗な顔してます。首に手を添えて元に戻す。で、頭のところはくるくる。脇のとことか拭けないって、こうやって開いて、ポンポンポンって拭いてあげる。ね。で、拭けたら保湿をしていきます。で、お顔と体と、全体的にバーッと塗っていくんですけど、ここ時間かけると寒いけ、はいはい、バーッと塗ってあげて体冷えるけ、汗かかったそうですね。で、こうやって横に、はい、体全体を横にして背中塗ってあげる、はい、よく。で、隣に移動して、その時に自分の手をこうやって出して、赤ちゃんの手握ってお洋服こうやって下ろしてあげる。で、するとスムーズに着させてあげる。だいたい結構泣いてる子もこの袖通してあげたら落ち着いて泣き止む子が多いですね。消毒液持ってきますけどね、ちょっと待ちください。